スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは大谷翔平が決勝ゴールを決める WBC の瞬間が再現されロバーツは感動この打撃私たちは長い間待っていましたベッツとフリーマンの予想外の反応ドジャース43ブレーブスこの試合10回のタイブレークでベッツ選手が2塁に出るところから始まりましたその後大谷選手がバットを握り かつてエンゼルスでチームメイトだったイグレシアス選手との対決になります。大谷選手は最初のピッチを見逃し、2球目も苦しい展開となりましたが、カウント1、2位から見事な低めの変化球を捉え、センター前へタイムリーヒットを放ちました。これで試合は振り出しに戻り、その瞬間、彼は1塁上でおたけびを上げましたね。この日、大谷選手はシーズン初となる試合で2盗塁を記録し、ヒットはなかったものの、 このタイムリーヒットが11回の延長戦につながりました。そして、11回裏では新人パイズ選手がサヨナラヒットを放ち、大谷選手もベンチから大きな笑顔で駆け出しました。この勝利はチームにとってシーズン初のサヨナラ勝ちとなり、非常に貴重な8点目の勝利をもたらしました。ロバーツ監督は大谷選手がドジャースとブレイブスの第一番で見せた勝負強さについて非常に高く評価しています。 彼は翔平はその大きな一打で試合を引き分けに持ち込み、自らの感情を表現した。彼は大舞台でひるむことなく、チームを鼓舞する態度を示した。私は彼を愛しているとコメントしました。大谷選手が一塁ベース上で、春の WBC で見せたのと同じような手を挙げるジェスチャーをしてチームメイトを励ましました。これがスタジアムに大きな興奮をもたらしましたね。そのジェスチャーはカモンというもので、 彼の仲間を鼓舞する意味が込められているんです。このシーンはソーシャルメディアで話題になり、大谷選手の超かっこいいカモンが最高のシーンで炸裂、や WBC 以来の大谷選手のカモンがここにといったコメントが寄せられました。試合後、ベッツ選手はこのヒットを大谷から待っていたとコメントしました。彼は必要な時に打てるバッティングをようやく見つけた感じがするとも話しており、 バイズ選手も良いバッターになったと評価していますね。一方で、フリーマン選手はスポーツネットのインタビューで、大谷選手の今日のパフォーマンスについて聞かれ、今日の試合の MVP は間違いなく大谷だと思う。重要な場面で盗塁を決め、ヒットやホームランを放った。彼のパフォーマンスは良いが、チームが勝つためにもっと貢献してほしいと答えました。大谷選手は個々のパフォーマンスが注目されがちですが、 今日の試合では明確にチームの勝利の原動力となりました。彼のバッティング技術が最も目立つ部分でしたが、その素早さと賢さが際立つ試合でもありましたね。大谷選手はただパワーがあるだけでなく、ゲームの流れを読む洞察力と、状況に応じた機敏な動きができる選手です。大谷選手は1点リードでバットを握り、まずは選球眼を生かして4球を選びます。その後、投類を決め、 チームメイトのヒットで同点に追いつく大活躍を見せました。この後の重要な場面でもタイムリーヒットで再び試合を引き分けに持ち込むことに成功しました。この活躍がドジャースの勝利に大きく貢献したわけです。ただ、一部では彼の得点圏での低い打率を指摘する声もありますね。確かに、どんなバッターでも得点圏での打率が70%に達することはありませんが、大谷選手の場合、 その70%の打席において非常に高い集中力を発揮しています。長いシーズンを通じて、打率は徐々に収束していくものです。初期の数値に一喜一憂することなく、彼の安定したパフォーマンスに注目すべきでしょう。今日の大谷選手のパフォーマンスを目の当たりにして、ドジャースファンは彼に改めて夢中になることでしょう。彼は明日もホームランを打つと話していますから、期待が高まりますね。今日の試合では、 スターティングピッチャーのストーン、ケリー、グローブなどが素晴らしいピッチングを見せました。リリーフのフィリップスも多くの質問に答える形で期待通りの投球をしました。確かに彼らの最高の状態ではなかったかもしれませんが、ブレーブスに対するこの初戦の勝利は大きな意味があります。彼らはホームでのスイープを望んでいますから、これからの試合も見逃せません。一試合でヒットを一本しか打てなくても、 その一本が勝利に直結するものであれば、その価値は計り知れません。実際、今日の試合でもそのような場面がありました。重要な時にたった一本のヒットが出て、それが試合の結果を左右しました。結局、その一本のおかげで私たちは勝つことができたんです。多くのヒットを打つことも重要ですが、クリティカルな瞬間にダブルプレイに陥るよりも、少し打率が低くても勝利に貢献する一打を放てるバッターが求められますね。 大谷選手は、かつてのエンゼルスのチームメイト、イグレシアス選手が投じた低めのチェンジアップを見事に打ち返しました。最初のピッチのタイミングを逃した後、これは無理かもしれないと思ったそうですが、結果的にはしっかりとヒットを放つことができましたね。大谷選手はホームランを狙うのではなく、しっかりと変化球を狙っていたところが素晴らしいです。また、パジェス選手もさよならホームランを放ち、彼の打席も非常に粘り強かったです。 選手は、競合チームとの対戦において、どのようにしてチームの勝利に貢献できるかが非常に重要です。投類や走塁で少しの得点を上げることも重要ですが、怪我のリスクを高めるだけでは意味がありません。大谷選手には、必要な時に必要なヒットや投類を成功させることが求められます。彼がチームの勝利に直接影響を与えるプレーを続けることができれば、ファンもチームも大いに盛り上がるでしょう。 大谷選手は自らの言葉に責任を持ち、シーズン後半から9月にかけてのフォームを最高に保ちながら、ワールドシリーズの勝利と MVP 獲得を目指しています。彼のその決意が、チーム全体のモチベーションにもつながるはずです。特に今日の試合でのホームランは見事でしたが、大谷選手はチームとしてのバッティングも見せてくれます。ただ、ベッツ選手との相性に少し懸念がありますね。ベッツ選手がベース上にいる時に打てていないのが気になります。 この点は少し心配ですが、これから徐々に連携が取れ始めるでしょう。プレイオフに向けて二人がうまく噛み合えば、言うことなしですね。ススのような勝利チームは、一本のホームランよりも、ピンポイントでの活躍が評価される傾向にあります。これはまさにチームバッティングの見本と言えるでしょう。重要な瞬間にクラッチヒットを放つことができる選手は、チームにとって非常に貴重です。 ドジャースはそうした状況でのパフォーマンスを重視する文化があり、それが彼らを成功に導いています。大谷選手は元チームメイトであるライセル・イグレシアス投手から難しいアウトローの変化球を打ち返すタイムリーヒットを放ちました。彼はホームランや長打で知られていますが、今日のような盗塁や巧みなバッティングも魅力的ですね。一方、パジェス選手は外れた球にも振ってしまう場面がありましたが、最終的には良い位置に落ちる打球を放ち、 さよなら勝ちにつながりました非常に興奮する試合展開でしたパジェス選手が試合中まだ4球を取っていなかったにもかかわらず彼の粘り強いバッティングが見られましたブレーブスのバッテリーは彼に対して外角への配球を試みましたがパジェス選手はそれを跳ね返しました選手が試合で活躍する形は多岐にわたります例えば今日の試合でのある選手のパフォーマンスを見てみましょう彼は難しい球をヒットに変え さらに二つの盗塁を成功させてチームにチャンスを作り出しました。得点圏での活躍がクローズアップされがちですが、今日のように目立たない貢献をしている選手にももっと注目されるべきです。その選手の行動がチームにとって大きな価値を持っていることがありますからね。選手は第三イニングに四球で出塁し、第六イニングには盗塁を決めました。その後、スミス選手のヒットによって救われる場面もありましたね。 第8イニングにも4球で出塁し、シーズン7つ目の盗塁を記録。得点はできませんでしたが、走塁で存在感を示しました。そして、クライマックスは10回のタイブレイクです。2塁の場面で、彼の元同僚イグレシアス選手が投じた低め外角の球を見事にセンター前に転がすワンハンドヒットで同点に追いつきました。これがチームの勝利に大きく貢献したんです。今日の試合で初ヒットまで打てていなかったんですよ。 だからこそ、あの同点ヒットは本当に価値があったと思います。実際、彼自身がさよならホームランを望んでいたそうですが、それがなくても11回の別れを避けることができて本当に良かったですね。大谷選手のクラッチヒットがなければ、チームはその後の展開で苦しむことになっていたかもしれません。彼の言ったが試合を続けるためのキーポイントとなりました。大谷選手のような選手がいると、試合のどの瞬間にも期待が持てますね。 彼のパフォーマンスは今後の試合にも大きな影響を与えるでしょう。今日は大谷翔平選手の勝負強い一面に焦点を当てましたが次回も彼をはじめ他の選手たちの活躍にも注目していきます。お楽しみに。